あとはこういうものですね。これは軸っていうのがなんか正しいみたいですね。私はシクと言ってたんですけど、まあ、シクっていうよりは、ドイツの言葉で言うと軸っていうのが正しい、発音らしいので、まあ、軸という言葉をこう使わせていただきたいかなと思うんですけども、まあ、軸の、ミニカーで、まあ、これは、ショベルカーというか、なんだろう、そういうタイプのやつですね。要するに牧場とか、まあ、そういったところにこう飼料の、ね、土をこう運んだりしたりするのに、まあ、使われたりする、まあ、そういう車かなっていう感じでございますね。なかなかこれもこれでね、まあ、面白みがあっていいなっていう感じです。ここにランボルギーニのと同じようななんか牛のね、家紋があるんだけど、多分これランボルギーニがこういうのもしかしたら作ってるのかもしれないですね。まあ、あんまりこれ詳しくは分からないですけども、まあ、なかなかの面白いなっていう感じでなっていて、非常にそういうところがいいなっていう感じでしたね。どうもありがとうございました。